ご視聴ありがとうございます。あぐりの剣、カブトムシ坊主です。それと、アママルもいるよー。今日は平日の閉店間際の藤子さんでお買い物一緒に行きます。アママルいるよー。いるよー。行くよー。マジギリギリだからね、ちょっとパーッと買い物しました。すますます。はい、早速ね、店長さんにいいのをね、見せてもらっております。これね、レッドのホワイトアイですね。マゴの親戚マゴ君の親戚。ゴーマじゃなかった。ゴーマだよ。逆やな、マゴや。逆や。麻婆豆腐かと思った。ゴーマか、ゴーマ。すごいね、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗です。すげえ。この見る角度によってさ、なんかすごいねグラデーションしてる。この足のところとかめっちゃ綺麗じゃん。パープルっぽいね、本当にいいね。まずね、でね、メスがね、でかい。メスでかいね。メスめっちゃあるよ。オスぐらいあるよね。このメスめっちゃでかいです。すごいな。ちなみにゴーマとはこちらにおります。この子たちですね、ブラック系の血統のホワイトアイですね。ああ、いいな。ブラックかっこいいな。さあ、でかいね。やっぱ顎はね、お顎はね、シャキンとしててね、いいですね。で、このゴーマの幼虫もね、ありますね。まだおります。ゴーマくん。レッドホワイトはあれか、まだ未販売。欲しい。未販売。欲しい、これ。こうご期待ですね。うん、店頭に並ぶの。いいよね。いいな。これいいな。白いね、目ん玉、白い、珍しいね。うん、ね。いいね。ちなみに普通の虹色クワガタが。普通のがね、こちらにもいるんですけど、あ、これも綺麗じゃん。でかい。マーゴじゃあります。ありがとうございます。アママルゴーマいきます。私ゴーマいきますよ。ゴーマいきます。絶対ゴーマいきます。ああ。禁止やめてゴーマにしよっかな。いいよね、それぐらいの魅力あるよね。あるある。すごいいいね。早急にさ、入れないといけないのがいるから。ちょっとあれだけど、なんかあれで見たけど、あ、これだ、86、あれこれかな。でかいな。オス、そう。なんかね、86mm、あ、これじゃん。86mm のやつがさ、いたんだけどさ。マジ？あ、これだ。久留米86の86オス。お、でけえ。86？ 86。あ、現物が見れに隠れちゃった。隠れてる。あ、そっか。でも手が触れる。角からしてみる。角だけ。でかいね。角だけ拝んどこ。鹿の角みたいな。すごいよな。太いね。あ、パープル入ってるよ。あ、なにこれ。ペレメタ。メタリフェルホスアカクワガタ。あ、すげえ。あ、すごい綺麗だね。これ欲しかったやつだ。うん、しかもパープルって結構あんまりいないよね。いいね。綺麗だね。ベレンさん、これも産卵セットあれだったね。虹色と一緒ので。あ、そうなんだ。うん、いけた。いけそうだね、じゃあ。下にもいるね。そしてめっちゃでかいわ。メタル。これがノーマルじゃないかな。ノーマルっていうか、見慣れた感じの色。これはあんまり見ない色だね。電池切れた。いや、もう大丈夫だ。メタル。あ、どうしよう。メタリフェルか、ゴーマか。これいいね。これいいよね。この種類いる。あ、いるよ。でも普通のノーマルだけどさ。あ、そうなんだ。うん。これ図鑑で見てさ、いいなと思ってたんだけど。うん。なんかすごいもんね、本当に。色もいいし。こちらの技術で。そうそうそう。羽化も早いよね。結構すぐ羽化してくるよ。1年以内ぐらい。幼虫は多分いないんじゃないかな。幼虫から行きたいな。メタリフェルホスアカクワガタの幼虫から楽しいよね。そうそうそう。羽化のワクワク感が、うん、掘り出しのあれがいいんだよ。私どういう感じ？ゼリー外にあります。ああ、いいね。のせ84。大黒さんがいるね。わ、大黒でけ。86mm。すげえな。これを86mmにする。すごいです。ポルテリーがいる。縦図の兜。ああ、はい、つまりこれもいいぜ。ドッカンヘラクレス前向かおうかなと思ったけど、どんどん減ってきてる。またヘラクレスもね、増やしたいなと思ってたんだ。また減ってきてるな。この前結構いたんだけど、もうこんだけしかいない。ドッカンここがね、太くなりやすいんだって。付け根の部分が。そうそうそう、まあ別に太くなくてもかっこいいもんね。これはヘラクレスか。これヘラクレスだね。極太。うん、血統感ええわな。ね、買っちゃおうかな。これな。ヘラクレスか、いいよな。憧れてるんだ、ずっとね。ヘラクレスを、これを2頭買って、これに入れて飼育すると。ああ、なるほど。これも2個買っちゃおうかな。これをね、よかったよ、使ったけど。マジで？うん。ああ、やろうかな。まっすぐ伸びるね。ヘラクレスやろうかな。ヘラクレス始めます。アーマルヘラクレス始めるかもしれません。ああ、どうしよう。虹色買おうかヘラクレス買おうか迷ってる今。ああ、どうしよう。両方買おうかな。そうだね。ヘラクレスだったら2、4、6、8000円ぐらいじゃん。で5万8000円、いいぐらいじゃん。どっちかじゃん。どっちかだな。うん、両方いっちゃう。どうしよう。両方いっちゃおうかな。両方いっちゃうか。両方手つけよう。うん。あ、サタンもいる。そうそうそう。わ、すげえ。幼虫の頃からやっぱ高いな。サタンね。すごいよね。サタンすげえ、1万超えるね。3例だから多分あれじゃん。普通に初例からだったら2年ぐらいかかるけど。ああ、なるほどね。ああ、でもサタンも欲しいな。サタンもよし決めた。虹色にする。決まった。虹色で。ゴーマいっちゃいます。幼虫行くの？成虫行く？あ、幼虫行く。幼虫ね、オスとメスをね、うまく分ける。前、奇跡的にあったよね。奇跡的にね、メスとオスだったからね。今回もね。減ってんのちょっと早くやろう。ああ、どうしよう。この前禁止だったからな。食コンでちょっと重かったけどな。今度は重さでいこうかな。重さでいっちゃう。重さでいける。メス。これメス。これメス。持ってく。これメス。これメスらしいです。で、どれから？当たったらすぐやるな。あ、これもメスっぽいな。これもメスだ。いいよな、マジで。あ、これオスっぽい。かっこいいよな。去年のあれも良かったもんね。ブルーグリーンケットだね。あれいないなもん。これオスだ。オス。よし、これオスとメスですね。上がオスで下がメスということで、はい、店長さんにアワマルがこれとこれ。じゃあアワマルはこれとこれ。じゃあ私はこれ。ヘラクレスがちょっとな。どうしよう。買おうかな。2000か。一応減ってるね。そうか、減ってるよな。まあいっぱいいたもん。うんうん、どうしよう。いや、もうやめよう。そうだけど。OK、じゃあ私はこれをお願いします。まずこれお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、じゃあ行きますか。じゃあまた遊びに行きます。ありました。はい、もうすっかりね、夜ですね、自分の顔がわからないぐらい夜になっております。はい、ということでですね、最後までご視聴ありがとうございました。もうね、もう6時過ぎたらもう夜ですね。ということで、はい、あわまるチャンネルを見てくださいね。あわまるの顔も見えないですけど、ここにいるよー。はい、ということで、グッバイ。